サマンサ・ロウズ教授。こんにちは、皆さん。宇宙は最後の出発準備をしている。クイスト542号、チェック完了。メインのガンサからの出航を許可。了解。みんな捕まっておう。出発進行。ロウズ教授、ナビゲーション設定と目的を確認。了解。研究員のみんな、今回のミッションはここに住む生き物を明らかにしていくことよ。壁にかかっている図鑑を見てみて。周辺の海でよく見られる魚の種類が載っているわ。だけどここはまだ未開の海だから、どんなお魚が現れるのかわからないわ。今から楽しみだな。お魚を見つけて種類がわからなかったら図鑑を見て確認してね。サンゴ礁を通り抜けるときに、巾着台の仲間や相棒の仲間、それに私の個人的なお気に入りなんだけど、真っ赤な赤松かさも探してみてちょうだい。サンゴ礁にいる魚は本当にカラフルだな。ここにはいくつかのテングハギの仲間がいるわ。彼らは文字通り、テングの花のようにおでこの角が突き出しているの。でも、ここでね。コンピューター、現在地は。まもなく目的地に到着。スクイッド研究員の諸君、私たちはこれを見に来たんだよ。ロストシティへようこそ。みんな、センサーに反応あり。魚の群れが遺跡の周りにいるようだわ。コンピューター、カメラを起動してくれ。ライブカメラから写真を撮って、データベースに登録しよう。美しい生き物よ。いろいろな色に形に大きさ、みんな、もし自分のカメラを持っていたら、たくさん写真を撮ってみんなの研究に役立ててちょうだい。だけどお魚はとっても敏感だから、フラッシュ機能がオフになっていることを確認してほしいわ。もしお魚の名前が分からなかったら、壁の図鑑を見るのよ。さあ、フラッシュ海のお魚を探せるかしら。あの遺跡の周りを泳いでいるコラックザメが見えるかしら。みんなも気づいたかもしれないけど、虎の下模様を意味するコラックという言葉から名付けられたわ。けどこのサメはシマシマじゃなくて、ブチブチの斑点がある。それは大人だからよ。今は斑点があるけど、生まれた時にはシマ模様があるの。大きいものでコラックザメは2.5 メートルにもなるの。この潜水艦よりも幅が広いわ。さあ、これから宝の洞窟に入るぞ。ここの魚たちもとってもカラフルなんだ。本当ね、キャプテン。真っ青のお魚は南洋ハギという名前よ。ここを住みかにしていいわ。自然界では海藻を食べているけれど、水族館で飼育されているときはレタスや豆を食べるのよ。どうやらコンピューターのメモリーがいっぱいに